青木翔太がボールを落とせ、左サイド加藤、加藤低いボール入ってくる、そのままゴールに流れ込みました。加藤の低いボール直接ゴールイン、同点に追いつきました。ホームの群馬、加藤がこの位置でボールを受けて細かいステップでカットインをして、中で青木翔太が少しディフェンスと交錯するような形、このボールが結局誰にも触れずに逆サイドネットを揺らす形になりました。